特に天文の方で赤外線が注目を集めているのは主には2つあってですね、宇宙の始まりについてはビッグバンで宇宙が膨張していることになっているので、昔できたものほどその赤方変異していて、波長が長い方に光がずれていくと。もう一つの方の惑星系の話も、これも地球がやっぱり赤外線で光ってるというのはご存知だと思うんですが、なので、他のところにある惑星系を見ようとすると、やっぱり赤外線で見るのが多分一番効率的であろうということで、重要な波長帯になってるんで、もともと昔からそういう意味で注目されてたんですが、ただ赤外線自身は実はその空を観測すると何が見えるかというと、星と星の間にあるその星間物質と称する、ガスとか固体の微粒子があるんですが、それから出てる光が見られていると。いわゆる有機物というか炭化水素のようなものが、実は思ったよりというか予想だにしてなかったようなものがいっぱいあるということが初めて分かって、同じように非常に小さい100分の1ミクロンとかなんとか、そういうような大きさの微粒子がいっぱいあるということが分かってきたわけですね。で、最初はそういうのが見えたということだったんですが、いろいろ衛星が上がって詳しい研究が進むと、そういうのが実はその我々の銀河系だけではなくて、普通の、渦巻銀河にはいっぱいあるとか、出来たての銀河にはあんまりないとかですね、そういうことがだんだん分かってきて、どういうふうにして作られてきてるのかというのが新しいテーマになりつつあります。で、それが分かってくると、それこそ星間物質がどうやってできて、どうやって進化していくかと、星ができて、またそれが星がその自分たち作った元素を、また星間物質に戻すんですが、星間空間にその循環みたいなしているようなプロセスが、見られると。で、X 線と赤外線はこれ衛星上げないとなかなか進まない分野で、赤外線はここに来て、2003年にそのアメリカでスピッツァーという衛星が上がって、2006年に我々のが上がったんですが、賢いと同じような望遠鏡なんですが、全体を冷やすという非常に難しい条件がつきまして、それこそ摂氏にマイナス270°C とか、そういう温度に冷やして、しかもちゃんと望遠鏡になってなきゃいけないということで、特に明かりではあんまりそれまで使われてなかった炭化ケイ素っていうちょっと特殊な材料を使うことになってしまって、これは15センチか16センチで、明かりはこれの4倍ぐらいの大きさのものを使ったんですけども、このぐらいの大きさのやつは簡単にできていることが分かってたんですけども、実は70センチを同じようなやり方で作るというのは、後で非常に大変だということが分かってですね、なかなか作れなくて大変苦労したんです。なんとか皆さんのおかげで、使えるものというか、ちゃんとしたデータが取れるものができて本当に良かったと思ってるんですけども。今まであったサーベイが、アイラスの、そもそも25年前のデータなんですが、解像力が良くなってるのは非常に大きくて、いろんなところの細かい構造が非常によく見えて。例えばその渦巻き銀河を見たりすると、普通の可視光で見るとモヤっとしてても、渦巻きも実はあんまりきれいに見えてないんですけども、赤外線の方がむしろくっきり見えてます。そういう構造を見るのは赤外線の方がいいみたいですね。今までちゃんと解析したところはその本当にスポットだけなんですけども、もっと全体的に見ればもっといっぱいいろんなものが見えてくると思いますし。最近の傾向としては、その赤外線だけで閉じるわけではなくて、例えば電波の観測とか紫外線の観測とかですね、そういう前提の他のデータと組み合わせてだんだんやっていくというのがこれから必要になっていくんだと思ってますけど、小学校だか中学校だかそのガモフの本を読んだとか、そういうことはしてましたけど、特にこれをやろうと大きくなったらこれをやろうと思ってたわけでは多分ないですけども、大学に入ってからなんですけどね、天文学に行こうと思って、最終的に行こうと思ったのは、天文のがなんとなく家庭的かなと思ってきたんです。それ以上の深いあれは当時はなかったんですが、で、物理の知識はかなり重要なんですが、特に私がやってるようなその星間
物理学だかなんかその生還物質の研究みたいなのだと、あと他にもケミストリーの化学の知識だとか、まあ、他の、いろんな知識とかですね、なんかどっちかというとその天文だけでないところの他の分野の方と結構インタラクションして、あのいろいろ話してやれるという意味で、そういう意味では非常に面白いことをやってるんじゃないかなと思うんですね。一番重要なのはやっぱりそのどのぐらいこう面白いと思って取り組めるかで、自分の興味が続いている限りは十分やっていけるんじゃないですかね。